はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2017マイライフ続きをやっていきたいと思います。とりあえず順位表の方を見ると、広島は現在2位ですね。1位はこれはベイスターズかな。で2ゲーム差と、あれ横浜ベイスターズってそんな強かったんだ、そんな強かったんだっていうと横浜ファンに怒られちゃうんですけど、ちょっと球界データでチームデータで見れるかな。チーム切り替え、これ多分ね、前年度の順位順に載ってると思うんですよ。1位広島、2位巨人、3位横浜ベイスターズ、4位、阪神、5位がヤクルト、6位が中日か、そういう順番か。なるほどなるほど。じゃあ、まあ試合が終わったところなので寝ていきましょう。広島は5対4で勝ちましたね。よしよしよし、さよなら勝ち。でまたひたすら奥井と練習をしていくと、やっぱりね、奥井が強くなってくれれば守備でね助けられたり、またね点を取ってくれたりして打撃でも助けてくれる可能性がありますからね。おお、よくあれ取ってくれたみたいな。そのためにも奥井をどんどん強くしていきましょう。でも奥井が強くなるとさ、一応俺もさ二刀流のサブポジが外野だからな。3対2勝ってるね。 OK で、お金が振り込まれたけど、まあ金は使わないからね。レギュラー争い相当厳しいな。まあとはいえね、二刀流だからさすがに毎日は出れないから、まあ、何日かに一遍っていうところだとは思うんですけど、ただまずはね投手に専念して、投手での地盤を固めてから、まあ、野手もやるというような感じみたいなんで、次の登板日っていつだっけ。6月30日か、まあ、それまではひたすら練習していきましょう。奥井もすげえ真面目だよな。今あれだよね、遠征地にいるんだよね。これ遠征地にいてさ、部屋で休んでるところ電話がかかってきてさ、練習しようぜみたいな。俺今休んでるのにって絶対言ってきそうだけど、練習に付き合ってくれる。こういう遠征地にいるときどこで練習してんだろう。練習する場所とかなんか確保されてんのかな。まだ大丈夫だよね。練習しよう。この練習場ってどこなんだろう。スタミナが上がった。まだ28日だから1日中練習してんな。まあルーキーだからね、それはまずは練習に精を出さなくては。広島、勝ってるね。5連勝。いつの間にか首位に躍り出てるし。何かお土産を買おうと。シューマイを買った。ひき肉ポピュラーな中華料理。シューマイを買ってさ、日持ちすんのもうすぐ帰ったのか。じゃあ寝ましょう。さて今日は中日戦。午前中っていうか昼がフリーか。とりあえず練習しよう。あんまり体力減らないから大丈夫だよね。登板には影響ないはずだ。むしろ体を温めて登板に備える。よーし行こう。5位のドラゴンズ5連勝。よし、ここで連勝をストップさせるわけにはいかない。すげえな、みんな超やる気ある。まずはちょっと試合を始めて、そこからまたオーダーを確認していきましょう。マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対中日ドラゴンズ10回戦の模様を。で投球練習はやらないと。まずは1回の表、ビシエド。ビシエド。ちょっとスコアで野手と、1番赤松さん足が速い。2番阿部さんショート、3番菊池さんセカンド、4番鈴木さん外野レフトだね。1番エルドレッド、あれエルドレッドか、なんか新井さんとかもいなかったっけ、なんか忘れちゃった。あ、いた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 。たまにこの人出てるよね。もうちょっとあれかな、年で
体がきつくなってきたのかな。で6番ミカミックス、7番田中さんショート、8番ライト野間さん。てかそうだ、外野のさポジション争いめちゃきついんだっけ俺と奥井入り込めるかなこの中に、無理だろう。で向こうか、そうだそうだ。で中日1番ビシエド、広角打法のパワー A か、1番でパワー A か、足はそんな速いわけじゃないけどね。2番荒木、走塁 A、 足が速い、あ違う、走塁が B で盗塁が A か。あ守備職人も持ってるし、なるほどなるほど。大島足が速い、4番平田、バランスがいいけどちょっとだけミートが低い、ゲレーロフルヒッターちょっと気をつけないとな。6番杉山、全体的にバランス型だね。福田パワーがちょっと高めか。7番これはなんだ、どの上流し打ちを持ってるのか、どっちかっていうと守備寄りの選手ですね。まあ下位打線にいるんで。で若松チェンジアップ6か、スタミナあるね。キレ緩急、緩急をつけたピッチングをするのかな。よっしゃやっていきましょう。もうすでにフルカウントだからとりあえずジャイロボールで押すと。おお、しまった、先頭バッターを出してしまった。これはこれはきちっとランナー二塁に進みました。一塁ですか、そう。先制のピンチを迎えます。ちょっとインコース低め空振り、危ないけどチャンス F だしね。これはあ、オッケーオッケーオッケー、これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。きちっと抑える、チャンス A か。おお、怖い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 。外に出すスライダー、もうこれは外れます。ジャイロボール入れる、もう一回ちょっと落とそう。オッケーオッケーオッケー、ボール球で仕留めました。カープこの回なんとか乗り切ったな。ちょっと危なかったけどね。ゲレーロってパワー B か、ゲレーロ2球目ストライク、投球はこれから3球目、三振男か。振割と三振男ってついてるね、みんな。バッターは6番杉山、投げた見送ってボール、第2球フォークを落とす、投げました、インローギリギリいっぱいストライク。でジャイロボール入るか入らないかくらい、打ちました。これはファールグラウンドで取りました。よーし、これで2アウト、ランナー。福田結構パワーあんだよね確か。そう、 C あるからね。スラブをギリギリのところに、スラブ OK、 空振り三振、最後は空振り三振で仕留めます。まだヒットが出てないか。おお、チャンスだ、ここはものにするぞ。点は自分でもぎ取る、初球打った、チェンジアップなんとか。ああでも行かないか、犠牲フライ、オッケーオッケーオッケー。よし、この1点を大事にしよう。ジャイロボールの外に、ああ入った、甘く入ってしまった今。またあれか、ノーアウトからのランナーか。これは確実にでも、よし掴みました。オッケーオッケーオッケー。送りバントは失敗に終わりました。シエド怖いな。1個ボールが出てるか。でも併殺持ちか。2球目ストライク。投球はこれから3球目。ジャイロ。よし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 。タイミング合いません。スライダーを打そう。あ、しまったしまったしまった。ちょっと入っちゃったかな、甘く。オッケー。グラウンドキャッチしています。荒木流し打ちバント。投球これから5球目。外角低め。オッケーオッケー。見逃し三振。3回の表が終わって1対0、すごいね、防御率1点リードは勝利久保。ゲームは中盤戦に入ります。この回の先頭バッターは大島、ストライク外って入ってるんで止めています。打ちました、レフト方向へ持っていきましたが、よしよしよし、 OK、 取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番平田、今日の第1打席はスイングアウト、打った引っ張った、これはヒット。おお、なんかサード早々に諦めた感じがしたな。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。ゲレーロ三振持ち、次は4球目、ちょっと外そう。ジャイロボール見送ってボール、これは外れます。ヒッターか、引っ張られるの打ちました、怖いね。どうする、ちょっともう一球微妙なところに投げよう。で最後は落とす、はっきりしたボール打った、大丈夫か、掴みました、ボールは中継、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。ここを抑えたい、投球これから4球目、落とす、見逃した三振、OK、今日は冴え渡るピッチング、
4回の表が終わって1対0カープ1点リードは変わりません。お、1点取ってくれた。カープリードで迎える4回、さらに追加点を取りたいね。そうすると投げた、うん、チェンジアップ、ちょっとやっぱりチェンジアップは打ちづらいな。投げました、打ちました。スライダーか、これはヒット、おお、ヒット。打球が転がっている、ほら走れ走れ、三塁はさすがに無理だよな。ツーベースヒット、よしよしよし、うん、特に追加点はなしか。これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは福田。おお、マジか、打った当たりだ。おお、怖い怖い。これでワンアウト。あのさ、エフェクトが入るとさ、すげえ持ってかれた感があるんだよね。これが2度目のバッターボックス。次が5球目。これを決める。落ちるボール、見逃し三振。第9。まずは内側。インハイ際どい球、ボール。で、外の逃げるスライダー。よし。で、1球落とす。投げました。ボール。カウントは2ボール1ストライク。で、ジャイロボールを決める。打ちました。ちょっと待って、これ誰？これ大丈夫大丈夫。アウトになります。この回ピシャッと3人で抑えています。6回スタミナはどうだ。もう全然残ってるね。さすがだな、キャッチャー B は。ビシエドはただパワーがあるから気をつけないといけないね。ジャイロボールで押す。ジャイロボール決まってストライク。ワンボールツーストライク。球ちょっと外へ出そう。アウトコース高め、ジャイロボール。で、スライダーをカウントはツーボールツーストライク。切り込んで入れる。痛烈な当たり、クリーンヒット。やばい、これは。バッターランナーは一塁ツーベースになるんじゃないか。ツーベースか。またあれだね、やっぱりノーアウトからのランナー。しかも二塁送ってくるかどうする。第三球を投げた。これを。ここは振ってきました。わあ、サードお願いします。ベースカバーに入る。タッチアウト。送りバント失敗。ありがとうございます。本当にありがたい。今のは自分で取らなくてよかった。でも走られてしまったか。そうだよな、足の速い人をちょっとボールを掴みました。ボールで外す。よマジか、これは嬉しいな。今のはチャンス、追加点のチャンスです。第9投げた。これはチェンジャー、大きく外れました。嫌だな、チェンジャー。ほんと緩急をつけてくるね。俺は行ったね。よしよしよし、今日も勝ちはいただくよ。試合は終盤7回に入ります。トップバッターは平田。現在の打率は2割5分5厘。次が4球目、ね、先頭バッターを出さないことだね、やっぱり。打ちました。危ねえ。第5球投げました、打ちました。おー、粘るね。第6球を粘られるとやっぱちょっとやだね。投げさせられるから。投球これから7球目。変化球、よし、OK。空振り三振。まずは先頭バッター三振に仕留めました。ジャイロボール決まってストライク。少し迷ったか。フルヒッターか。投げました。ボール。インコース高め。攻めてきます。カウントワンボールワンストライク。投げました。スラーバーストライク。よし、これはちょっと外側にジャイロを出す。おお、ずれる。2者連続三振。低めのジャイロボール。2球目空振り。第3球外へ逃がそう、スライダーを。決まってストライク。よしよしよし、追い込んでいます。で、フォークを1球落とす。ボールに打った。これはセカンド正面。 OK、 打たせて取る。3アウトチェンジ。この回きっちりと3人で抑えています。いいね、これは完封も見えてきたね。まあ、油断してると打たれるからな。下位打線とはいえ、先頭バッターは福田。今日は福田はパワーがあるからな。ストライク、見逃し三振。バッターは8番ドノウエ。ドノウエはまあ大丈夫かなっていうのもすげえ失礼だけど。流し打ちも近かったら。オーケーオーケー、いいとこに決まったね。バッターは代打野本。野本ちょっと能力を見ようか。FED、 そんなにすごい能力ではないけど、野本、野本ピッチャーと変わったね。あ、間違えた。 FEDDD、 特になんか代打が得意とかそういうのはなさそうだね。よし、きっちりいくか。じゃあ第4球は、まあ、ピッチャーを引っ込めるために出したのかな。連続三振で切り抜けています。さあ、さあいよいよ最終回。ビシエド、右バッターボックスのトップバッタービシエド。ストライクが続いてるから1球。お、切れていきます。ファール。でも
あ、すっげえ際どいとこだったな。次が4球目ボールかって言われればどっちかっていうとストライクっぽいな。1ボール2ストライク。第5球スライダーちょっともう1球怖いから打ちました。ピッチャー返し。これ大丈夫だよね。よし、 OKOKOK、OK OK OK、完封勝利まであと2人。バッターは2000本安打の高打者荒木。2000本安打打ってんだ。うわーしまった、出してしまったか。際どいところでしたがフォアボールです。第3球は一塁ランナー走った、打ちました。あ、そうだ、そういうのやっぱ。おお、すげえこれはすごい、今日超助けられたな、守備に。ありがたい、本当にありがたい。本当に今日は3安打完封。お送りしてまいりました。いやーでもね、これまだね、コンピューターまだ強くなるからね、自分の成績がいいと。6回5号も出てるね。よしよしよし。9回無失点完封劇。評価うなぎ登りだな。6連勝、ファンが304人増えた。今日は大活躍だったな。新井さんに誘われた、ありがとうございます。行きましょう。今日は完封したんで最高の飯っす、本当に。ミカミックス選手が完封勝利、ファンが36人増えたこのニュースを見て36人しか増えないのか。17勝4敗1分け強っ。お、カープのミカミックス選手が投手月間 MVP を獲得しました。よっしゃー、246人増えたって言ってもね、まだ3勝だからねまあ途中からね1軍に上がってきたっていうのはあるけど、だってゴンドー選手、あのゴンドーゴンドー雨ゴンドーのゴンドー選手とか確か1年目で35勝とか。あ、マークがきつくなった。そうそうそう、これなんすよね。これがあるとちょっとな、また厳しい戦いになりそうだけど、ゴンドー選手は1年目が35勝で2年目が30勝でしたっけ。でなんか肩ぶっ壊したみたいなまあそりゃ壊れるよね。なんかそういうところはねちょっと知ってます。なんかダブルヘッダーの時に先発で勝って2試合目を中継ぎで出て勝利して1日に2勝ついたとかなんかそんな感じだったような。で鉄腕稲尾とかって確か40勝超えてますよねすごいよね本当に。今って多分20勝する投手とかってなかなかいないんじゃないですかね。まあじゃあ誰が最多勝投手かって言われたら全然知らないですけど、もうこれはね1試合終えると体力をめちゃくちゃ使うんで30勝とか絶対無理でしょ次いつだっけ。6日のジャイアンツ戦か。それまではまた練習に励みましょう。マークがきつくなったんでね、ちょっとここは少しでも能力を上げていかないと。プロフェッショナルで始めて今実際どれくらいのその打撃レベルなんだろう。プロフェッショナルって言っても変動しますからね。もうひたすら練習だ、ひたすら練習。今日は負けたか。チームの練習は止まってしまった。とはいえ3ゲーム差をつけてんのか。電話と。だいたいさ、連投とかしないもんね連投したら全ての体力がなくなる。まだ5日、あれ ?6日、そうだよね、休養しよう、寝よう。今日は勝ったよね、いいね。で、昼がフリー。じゃあ、練習しよう。体を温めていこう、また。さあ、そして巨人戦。ここも勝っていこう。ちょっとやる気がなくなってるね。松山、サードが松山になってるね。
ゴロがいいっすよね。でもゴンドーゴンドー雨ゴンドーでもそれなんか前半なんですよね。確かゴンドーゴンドー雨ゴンドー雨雨ゴンドー雨ゴンドーとかなんかそんな感じっすよね。もう鬼だよね。まあ赤松さん、安倍さん、菊池さん、鈴木さん、エルドレッドさん、ここがあれか、俺が7番に下げられてんだな。ミート C パワー C 逆境春男、もうなんか春も終わるけどね夏っていうところだよね、もう7月だから。で石原さんはキャッチャー B と、これがすごい助かる本当に。で巨人、これは長野長野長野だったよね。C 肩が強い、足はそこそこ速いのか、広角打法と流し打ちを持ってるのか、逆方向に打てる選手なんだね。で片岡、足が速い、バントもうまいと。よう、バランスがいいね、全体的に強いね、足もめっちゃ速いし、走塁が B、ただし盗塁はあんまりうまくない。坂本は、坂本って今さ4番打ってるんだ、超強いわこれ。ミート A、 肩 A、 守備 A、 いやこれは普通に強いわ。守備職人、フルヒッター、ベレジヒッター、流し打ち、初球もあるいや坂本は要注意だな。で阿部、阿部もな、打つときは打ちますからね、怪我しにくさ G パワーがでもほぼ B だよね。村田、広角打法、パワーが B、 ギャレット、パワーが B、 プルヒッター、初球。亀井、亀井は守備寄りか、下位打線。大竹、大竹はスタミナ C、シュート4、サークルチェンジ3、高速スライダーが3か、まあ、至急スロースターター、怪我しにくさ F、 早めに蹴りをつけよう。じゃあまずは長野、例によって先頭打者は出したくない。OK、またフルカウントか、ジャイロボールで押そう。うわあ、打たれた。ちょっとここからのクリーンアップはやだな。打率3割6分とかすげえな、どうする。とりあえず1球落とすか、走ってくるのか、そりゃそうか、楽々セーフ、楽々セーフとか。片岡、しかし、打ちました。ヒット。うわ、マジか、ヒットか。よ、ナイスバッティングです。これはちょっと、ここで坂本どうする。牽引する、あれでもないのかな。2球投げてるしね、ボールで。一応散らしてはいるか。ジャイロで2球をしたのか。投げました。フォークボール空振り。スライダーをちょっと出るか出ないかあたりの、おお、打たれた、マジか、これはいきなり失点した。そしてピンチが続く、阿部よーし、 OK、 おっとボールが続いてんな、どうすっかな、一塁が空いてんのか、これどうすんだっけ。アウェストショーもどうやって投げるのこれ、ヘッドしないんだけど、もういいや、普通にこうか。投げました、バッテリー、ここは勝負を避けました。でギャレット第9なんか勝負を避けた方が良かったのかっていう感じだけど、満塁男じゃねえかよこいつ追い込んで投げた、三振、もうカウント1ボール2ストライク、第4球落とす、投げた、よーし、低めの変化球でスイングアウトを取りました。いやさすがにマークがきつくなっただけあるね。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。スラーブをギリギリに投げた、外れた、ボールわずかに外れました、2ボール1ストライク、バッティングカウント、おーし、 OKOKOK、 追い込んでからどれくらい強くなったかだよね。投げました、打ちました、これはファースト真正面、エルドレッド、そのままベースに入ってアウト。大竹、さあ次の投球、ピッチャーか、投げました、ジャイロボール見送ってストライク、まあ、とはいえ3球三振はあれなんで、1球外して、完全なボール球、これで決めよう、こう2ストライク、変化球、よし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 、バッターはトップに帰って長打、1番バッター、次が6球目、これは仕留める、ストライク、OK、ちょっとな、立ち上がり崩れたけど、ここから持ち直していこう。で自分で取りに行く、点はスロースターターのうちに、サークルチェンジ、第2球、球種はね、3球種あるからね、上がりすぎたか、掴みました、ボールは中継、これで2アウト、ランナーは結局点が取れなかったのか、先頭バッターは片岡、
ローボールヒッターを持ってるね。ローボールヒッターを持ってるからってさ、高めで攻めてもさ、ちょっと怖いよね。投げました。落ちる球空振り。投球これから5球目。スライダーをギリギリの位置に。よし、これはフライ。取りました。オッケー。これでワンアウト。ランナーはありません。バッター恐怖の核弾頭。よ。恐怖の核弾頭とか言われてるよ。マジか。おわ。ヒット。よう強いなやっぱり。よう。いいバッティングを見せました。デスカモトか。マジやだな。あと9本としています。フォーク決まってストライク。どうする？ちょっと際どいところにジャイロボールを投げ込むか。オッケー。これは。掴みました。オッケーオッケーオッケー。これでツーアウト。ランナーは一塁変わりません。ジャイルボールで押そう。一塁ランナー自動的にスタート。三振。三回の表が終わって1対0。ジャイアンツ。なんとか。試合はこれから中盤4回に。このもぎ取ってくれた点を守りきりたい。バッターボックスはフォアボール。ボールがな、どうにもこうにも続いちゃってるね。伸びのあるストレート。第6球をスラーブを決めるか。投げた。おお、打たれる。引っ掛けた。スタンドに入りました。ファール。第7球。そう、やっぱりジャイロボールで。投げた。よしよしよし。空振り三振。二者連続三振になりました。第5球。三振男。ボール。カウントは3ボール2ストライク。フォークで落とす。投げた。打ちました。これはでも打ち上げたよね。よし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 。取りました。これで2アウト。ランナーありません。亀井。バッターは8番亀井。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。内側に1球。おお、入ったか。入れるつもりはなかったんだけど、ちょっと甘く入っちゃったね。4回の裏、まあ振ってくれたからいいけど。お、自分だ。投げました。見送ってボール。もう1点欲しい。もう1点。第2球投げました。これはサークルチェンジを入れてきたか。第3球を投げました。打ちました。ライト方向へ持っていく。ライト定位置だね。これでワンアウト。ランナージャイアンツ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターピッチャー大竹。打った。あ、今ちょっとボール球で出したんだけど大丈夫か。第9投げました。ジャイロボールはボール。まずは内角、わずかに外れました。スライダー空振り。よしよしよし。タイミング合いません。投げました。ストライク。おお、際どいところに決まったね。追い込んでいます。投げた。ああ、しまった。ファールボール。ちょっとコントローラーがずれてしまった。投げた。アウトロー際どい球。ボール。慎重に攻めてきます。カウント2ボール2ストライク。おお、打った。菊池、ダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。ローボールヒッター。第9。アウトコース低めストライク。まずは決めてきました。投げた。アウトコース。ジャイロボール。外れてボール。これはわずかに外れています。カウントは1ボール1ストライク。 OKOKOK、 最後第4球をスライダーを外すか。投げた。スライダーはボール。外角高め。ジャイロボール。カウント2ボール2ストライク。内側に。見逃し三振。よし、最後は見逃し三振に仕留めました。5回の表が終わって2対1か。1点リードは変わりません。いやー、本当にね、点を取ってくれると後半に入ります。バッター今日嬉しいけど、ようか、めちゃくちゃ打たれてんだよな今日。どうする。一応ワンストライクを取ってるけど、スライダーをちょっと低めの外に出して、ジャイロボールを内側に決めて、ちょっともう一球外側に外そう。でフォークを落とす。一応三振を取る持ちか。おーい、マジか。いや、マジここの3番4番マジやだわ。第4球を投げました。ボール。カウントは2ボール2ストライク。フォーク。よし、 OKOKOK。 低めの変化球でスイングアウトを取りました。さあ次の投球、ジャイロをちょっと1球外に出して、スライダーを入れよう。カウントはボール。よし、これは打ち上げたね。引っ掛けたセカンドの頭上、取りました。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。で村田、ハイボールヒッターを持ってるのか。投げました。見逃しの三振。よし、6回の表が終わって2対1。いい勝負だねこれは。カーリードで迎える6回です。大竹もまだ投げてるか。投げました。シュートはボール。バッターよく見ました。肩越しにランナー見た。どうだ。おー、ちょっと早かった。やっぱりこの緩急をつけられるピッチングかな。見送ってストライク。シュートを入れてきたか。第4球は打ちました。今日はちょっと打撃が
アウト、ゲッツー、ゲッツーか。チェンジ、松田ズーム。ゲームはいよいよ自分で打撃がしょぼくても何も言われないからね。今日は三振と、まあ、よくても何も言われないけど、しょぼくても何も言われない。よし、 OK。 ランナーはありません。左バッターボックスは亀井。今日はファーストゴロと、まだスタミナ残ってるね。やっぱりいいな、キャッチャー B は。投げた、打った、おー、ちょっと抜けちゃったか。ピンチヒッターは相川。相川100ギラまであと5としています。ちょっと相川見ましょう。野手データ、いい秋男まあ特筆して代打がどうっていうこともないね。第9、ちょっとスライダーを1球、スライダーボール。で第2球、高めのインコース高めストライク、ジャイロボール。第3球を低めに落とす。3球目空振り、タイミングは合いません。もう1球落とそう、ボールで。あー、しまった、打ちました、破った。ちょっと甘く入ったね、ボールは中継、フォークが。いいバッティング、やばいな。ダイソーも出してきた、橋本。さあ、この大事な場面、いやー、ここはちょっと抑えたいけど、橋本ってこうか、走力72、早いね。二塁はもう埋まってるんだよね。まあその分第2球、投げた、勝負に集中できるか。投げた、完全に外れた、ボール。これは完全なボール球、カウントは2ボール。よし、どうする、ジャイロボール際どいところに投げるか。 OK、 見逃し三振、ギリギリのところに決まった。第3球を投げました、変化球ストライク、インローへ追い込んでいます。カーブを投げました、もう外角低め、カウント2ボール2ストライク。ジャイロボールを決める、投げました、もうボールカウント3ボール2ストライク、落とす、打ちました。おっと、これはセカンド大丈夫だよね。よしよしよし、見事に流れを断ち切りました。カープ、このまま流れをものにしたい、気迫が伝わってまいります。頼むよ皆さん、お願いします点が取れない。あ、しかも俺交代したっぽいな。よしよしよし、でもなんとか1点を守り切ったね。さあ、本日のヒーロー7回1失点、まもなくインタビューが始まります。あ、エルドレッドさんか、決勝点となるタイムリーヒット、ありがとうございます。本当にありがたいです。4勝目、セーブ、ジャクソン22セーブ、すごいね。大竹もでも4勝1敗とかだったよね。7回1失点、よし、スタミナも上がった。このさ、なんか勝負みたいなのっていつまで続くの。今日はすごい活躍だったな、俺も負けてらんないな。ああ、今日もミカミックスかっこよかったな、だろう。なんとかお近づきになりたいな。いいよいいよ、話しかけてきてよ。やっぱね、俺こういうファンサービスはね大事にするから、女性には。男性は知らん男性は来んないよ、今日疲れたんだよって行ってしまったって。この道を通るのか、そうなの、たまたまかもしんないじゃんてか、なんかちょっとストーカーの感じがするな。いや別に大歓迎だよ、こういうね美女のストーカーは歓迎だよ。フェニックス内野手、新外国人ですね。というところで、まあかなりね好調にはなってきてますけれども、まあただマークがね厳しくなって、まあ、早速1点入れられてしまったので、まあこのままねマークがきついままで、多分もっと成績が良くなるとさらにマークがきつくなると思うんで、この好調を維持できるかというところですね。というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。